「え正確なニュース」というのも第2回になりましてやや慣れてきまいりましてえどうもこの「正確なニュース」はえ単発のきちっとしたニュースをえーマスメディアが間違って流してるわけですからそれをこうまっすぐとまっすぐ正直にまっすぐですねえ考えたり情報を得たりしようということなので一つ一つがいいと思って今日は一つ、え。ー ある有名なゾゾゾゾっていうのかな社長が退任されましたね私はまあ個人をあまり批判するのはあまり好きでないので、まあ、この方のことをうっかりテレビで一回言っちゃってもうすごく反省してるんですが9月12日のヤフーニュースで載っておりましたでみんなはゾゾ社長が非常にこう退任が驚かれたというのもあって。 えそれでえまあいろんなコメントが書いてありましたけどもそれからまあ記事自体もコメントが書いてありましたがこれから何をするのかとかまあいうようなことが書いてありましたけどえまあだいたい資産は 2000, 万円2,000億円を少し超えるぐらいまだ持っておられるらしいんですね。一時はなんか2,800億円ぐらい持っておられたけどまあなかなか桁が大きいんですけど500億円ぐらいなんかマイナスになってえ現在では2 0 0 0億円 億円を少し超えるというような資産を持っておられるだからまあ生活は全然苦しくないでしょうねただ私はですね非常に批判的なんです私が批判的っというか正確なニュースという意味でですねこれを流すならやっぱり別のことで流さなきゃいけないと思うんですねというのは最近あの公益資本主義とも言われるんですけども私たちの社会人として日本の社会の社会人として 行動する時には、私たちはあの、えー、悪徳なことをしちゃいけないんですね。うん、悪徳のことをして生活してる人いますよ。嘘ばっかついて政治をしている人とか <laughs>。まあ、えー、もちろん、あの会社の金を着服する人とかまあ、そういうもう直接的に警察に逮捕されそうなまあ。そういう人はいますけども、ここでいう公益っていうのはそうじゃなくてですね。 日本社会で、えー、仕事をしたりする人の一番重要なことは自分の私益自分の益を守るための,あの、えー、仕事ではなくまず第一に公益社会に貢献することをやるそういう資本主義じゃなければ私益資本主義自分だけ良ければいいということになるとアメリカみたいになっちゃうつまりえー 国民の1%の人が国民全体の50%の資産を持つとこんなふうになっちゃうっていうことを言ってるわけですね例えばこの場合ですねえ老後の資産が2,000万円いるという,いうことが政府の一部から発表されてみんながもうびっくりして「なんだそれは!」と言ってですねそれで大騒動になって麻生さんとか安倍さんなんかが必死になって火消しをするってことがありましたが。 えー、2,000万円でもみんなびっくりするわけですよ。えそんなことってあるのっていうわけですね。ところがこの彼が持っている資産が2,000億円としますとね1万人分ですよ。まだお若いんですけどまだお若くて1万人分の資産を持ってる。みんながもうそれは無理だよという2,000万円の資産の1万人分を一人で持ってる。どうしてそうなったかっていうとですね これはもう申し訳ないんですけどね本人に本人の責任かどうか分かりませんから申し訳ないんですけど公益資本主義じゃないやり方をしたわけですよ彼は私益資本主義なんですねえー、っと彼は割合といい方法を着想しましてニュービジネスですから、えー、通信販売を利用して比較的いいものを比較的安く提供したんですよ それはもう非常にいいことですね。ですからある意味で見ると公益資本主義のように見えるんですけども実は違うんですね。これはあのもうにに人類の歴史では何回か検討されて決まっているものそれは実は逆側の時ですね。お金を借りる時お金を貸す側もビジネスですね。だけども絶対に法定利息を超えちゃいけないんですよ。それは小利貸しってってですね ももののすごく社会的に批判されるものなんですねで法律でも決まっておりますしそれから取り立てとかそういうのもひどかったらいけないとなってるわけですちょっとおかしいっちゃおかしいんですよだって自由主義なんだからお金を借りたい人は借れればいいんですね利子が高くてもだけど法律で禁止されてるんですなぜかというと適正な利子っていうのが決まってるわけですよ、まあ45%なら45%、まあ、非常に短い期間で 大金を借りるんだったら、まあ10、10%ぐらいはあり得ると。まあ、それで法律でいろんな条件が決まっておりまして、そして、え、利子の上限っていうのは、もし超えたら、逮捕なんですよ。要するに、罰が来るわけですね。それと同じように、今度儲ける方もですね、100万円の商品を売って、まあ、1万円にしましょうか。1万円の商品を売ったら、 最大で800円だというのが検討なんですこれはですね法律で決まってませんから私がいろいろ長い経験で、えー、この世の中で適正利順と言われているのが8%ぐらいなんですねもちろんこれは適正利順ですからもう少し高い場合もあるんですが、まあ、いずれにしても8%ぐらいだと要するに1万円もののものを売ったら売る時には1万800円で売らなきゃいけない。 100万円の車を売るときは、108万円で売らなきゃいけない。で、8万円が、えお利益をいただくというのが適正利順だと。ちょっと少ないように思いますね。実業家やってる人は、例えば、この中にはいろんなことを考えなきゃいけません。例えば、在庫が残って捨てなきゃいけないとか、もちろん、処刑費は1万円なら1万円の中にもすでに入ってるんですよ。税金だとか、腐ってしまう分とか、それから、 もち,ろんもちろん従業員の給料ももちろん入りますし自分の給料も入りますね。そういうものを全部含めた1万円のものを売るときには1万800円ということですね。これはあのどうしてかっていうとやっぱりそれが社会正義なんですよ。じゃあゾゾはどうかということですね。やっぱりあの彼の資産が2800億円に行ったと短期間で行ったということはですね外から見ますと もう少し安い値段でで売るべきだったんですよ一つはですねつまり8あのそれだけ儲かるということはですね異常な収益があったということなんですよね。例えば4,000円で売ってたというものは実は、えー、3,000円でできたものできたっていうのは販売も全部入れてですよ輸送値も全部入れて3,000円でできたものを4,000円で売ったから1,000円もらっちゃったと。 要するに適正利順を超えていたと考えられるってことですね。そういう疑いのあるときはやっぱ公表せない,いかんですね。もう一つは、じゃあもう一つは社内の分配がおかしかったんじゃないか。社長だけは高級だけど、普通の人はそこまでいってなかったんじゃないかと。社長一人の力っていうのもありますよ。だけど、社長はそれはモデルを作り、創業して、だから創業したときに損をしたやつは、 それは埋め合わせすりゃあとで利益の出た時に埋め合わせすればいいわけですからあとはねまあ年収まあ1億が適当でしょうね多くてもそうすると彼が20年やったとするとまあ資産最大で20億円まあ使いますからね資産が20億円もたまんないんですけどまあそんなような数のはずなんですよだから一つは利潤が大きすぎた。 2つ目が、えー、会社の中の分配が間違ってたどっちかなんですねですからやっぱりこの9月12日のヤフーニュースで、えー、そういうことの指摘がないっていうことがですねまずいんですよなぜまずいかというとそれはだから記事としてはいろんな記事があるわけです私はまああのー、評論っていうかなんですかね論,論議本質的な論議ですからこういうこと言いますし ジャーナリストだったらこの際ですねなぜ資産が20 2,000億円を超えたのかそれは理由は何なのか社会的な正義に合っているのか公益資本主義なのかそれとももう、まあ、法律があれば法律違反になりそうな課題の利順だったのかということを彼の退任の記事に書いたらですねこれが正確なニュースなんですね。 武田が計算したらいいじゃないかったって私が私はまあその社長のとこにインタビューに行くわけにもいかないし財務表財務を全部ひっくり返すわけにもいかないんでえまあからないんですけどもう外側のからの計算では間違いないんですね。これがやっぱり私はこの筒社長の退任にあたった正確なニュースだとこう思います。